この先左からの合流車両に注意してください。
石神社長はこれじゃんね。無料駐車場やこの奥じゃない、違う、博物館この先行ってください。現在地駐車場はそこにあるってね。おすごいね、巨人じゃね。天守閣はないって、あの石垣だとこないと、うん、目的地付近です。邸宅みたいに。洋服屋さんね、金がかかるよ。あ、ここ丸一だね、そして。ここは丸一みたい。珍しいよね、丸いの。角が丸い。ね。ですから道が外れてたら海の中かもわからんというところ。で浅野様が来てね、お城作っていいよって言って許可もらってきててね。で、まあ、一応申請書書いて出して、浅野が着任してから3年後、1648年から築城工事をして、ここの畑でこの浅海を見て、ここに小船道で書いてるから、ああ船が出入りしてたんだなっていうところを埋めてね。そしての頃、ここを二の丸にしちゃって、で、この畑。